あとーだね。おっと来ましたマッチ。もうこうやって回るのが好きだったんだよね。勢い余ってね。勢い余ってね。そのマッチが戦力外通告ですよ。はい、ああ、まあしょうがないよな。まあでも実はソフトバンクファンからも、うん、マッチは40までやりたいというふうに松田選手はご自身で言っていた。あと1年、どうしてソフトバンクはやらせてあげなかったんだろうっていう。そんな余裕ないよね。まあよ、まあ、まあ出てきてますからね。だっていや枠があるから。まあそうです、ね、うん、それとやっぱりこう考えた時に、はい、今年何試合出て、うん、年俸との釣り合いだとか、うん、はい、いろいろあるよ。やっぱりあるんですね。それは契約上さ、はい、安い契約にはならないよマッチって、うん、高齢者だしね、はい、雰囲気的にも盛り上げるしさ、うん、だそんな安い金でマッチを置いとけないっていうのはあると思うよ。ただそんな中今ネットではマッチ争奪戦という記事が。本当か。マッチマッチもうマッチ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 になってます今。そうか、はい、でファンの中では例えばぜひ西武に来てほしいというファン、西武ファン。なんでまだやれるサード。でもサードはねまだやれる。はい、まだ、まあ、できないことはないとは思うけど、はい、うーん、まあ西武な。ただサードはマッチは、まあ、サードもいないんだよ。奥有君がやっぱまあ守備ということに関してはね、はい、まあ、ちょっとあれだし、うん、ということは西武ゼロではない。守備その守備の、まあ、ゼロではないよ。守れる、うん、それからああいうタイプの選手はオリックスにいないというオリファンからも来てます。どういうタイプだよ。あの熱い選手、まあ、いると思うよ。まあまあでもおとなしいか。まあそうですね。そのでもさそこを求めてるのマッチに。あっ熱そうですね。とかさ、うん、そういうのなんかこうチームが劣勢の時でも鼓舞してもうベンチからも大きい声を出してっていう精神的な、まあ、それも大事なことだけどさ、うん、まあ、マッチはね偉くてね、はい、ベテランになって、うん、ね一番声が出てますねって、うん、言われた問いに、はい、いやベテランだからって声を出さないっていう理由はないと、うん、いうことを平気で言うんだよ、はい、だからそういう意味では本当に純粋な男だしね、はい、まあ、どっかのユニフォームでは来てやってほしいと思うけども、はい、オリックスでいるかなと。あ、豊さん的には、うん、あとは岐阜の中京出身なのでぜひ中日に。球場が広いな。球場広いです。球場が広いとマッチの方声も届かない。そう、どこまで届かせるんですか。外野まで。喉が潰れる。その前にね。その前に喉が潰れる。いやいや、あのさ、はい、やっぱりこうリーグを変えるっていうのはさ、はい、やっぱりピッチャーを一から覚えなきゃいけないし、これ大変な作業なんだよね、はい、で、はい、俺もベテランになってパリーグに行ったけど、はい、パリーグの質とセリーグの質ってやっぱちょっとなんとなく空気感も違うし、うん、ボールも違うんだよね、はい、だからそこまで苦労してセリーグに来るかなっていうようなそんな感じもするけどね。その内川選手がそれこそソフトバンクからヤクルトに行ったので、じゃあマッチも一緒にセリーグの今度は中日に。いや だけどその内川がじゃあヤクルトでどのぐらい貢献できたかっていうと、ね、やっぱできないわけでしょ、はい、でマッチもパリーグだったらすんなりね、うん、その移動だとか町だとかそういうことも、はい、慣れてるだろうから、うん、そうだな、俺はセリーグに来るっていうよりもパリーグに行くと思うけどな。ですか。ただやっぱね、はい、楽天だよ。あ、楽天右バッター。はい、あ、そっか、うん、右ない、うん、サードで、うん、多分浅村が抜ける。あ、FA でって俺は思ってる。勝手に勝手に思ってるから。また右がいなくなったとしたら、はい、やっぱマッチが欲しいよね。楽天はちょっと動きそうですかね。じゃあこのマッチの、いや動いた方がいいと思うよ。やっぱ暗い、うん、チーム雰囲気が、はい、東北は明るくということで、マッチはじゃあ九州からこの東北がいいんじゃないかと。そうだね。ただその中日っていうのも信憑性が出てきていて、まあ、中日サイドと評論家の方がああいう選手が中日に欲しいと。で年俸3000万円プラス出来高だったらもうこれは獲得に乗り出すべきだと。中日はサードで、はい、いや俺はやっぱ最下位のチームで、うん、確かにそのチームリーダーとして、うん、あのベテランみたいなね、うん、マッチみたいなのを呼んできて、うん、引っ張ってもらうっていうのは分かるけど、はい、やっぱなんつっても戸様でベテランであの中日を引っ張れてたらもうわしんどいよ。あの中日いやそれよりは最下位、これを機会にチームを新しくするために若手をバンバン使って、ね、もう1年最下位ぐらい覚悟で、ね、チームをこう編成し直した方がいいよ。そのためにマッチはいらないと俺は思うんだよ。あ、まあ、豊さんが外から見るとっていう、うん、ロッテだなと。
て。井口監督はホークス出身で、はい、マッチみたいなタイプは可愛いだろう、おそらく、うんうんうん、でロッテに入っても、はい、まあいいんじゃないかなと思う、まあ、ムードメーカーで、まあ、例えば鳥谷を取ったみたいに、はい、ね、ベテランでも、うんね、使いどころっていうのは井口監督だったら見つけられるかな。あと1年そうだ、ね、うん、あ、じゃあ豊さん的には楽天とロッテが、まあ、合うんじゃないかと。日本ハムもいいな。あ、本当ですか、うん、それは。あ、日本ハムだとマッチが目立つと新庄がやきもち焼いちゃうからねそんなことはないと思うんだ。あーちゃーとか言ってたらいや、それ一緒に新庄監督もやめろとか言うかもから熱男とやめろ、やめろ、まあ、だけど、まあでもね、あそこも若手を一生懸命育てててるから、ね、まあそんなにいらないっちゃいらないよね、うん、いらないっちゃいらないし、まあだから俺が有力してるのは、はい、あの楽天とロッテ。あ、パリーグでの移動ですね。俺はセリーグで、うん、あの年でセリーグに来てもさ、やっぱ覚えることもたくさんあるしさ、うん、それよりは慣れ親しんだパリーグの雰囲気で、はい、俺マッチはやりたいと思ってると思うんだよね。そうか、じゃあ中日サイドがマッチにコンタクトを取ってきそうな感じってありますか、可能性が。一応話だけでも、まあ、なくはないけども、その目的がわからない。ああいう選手がいない。いや、ああいう選手を育てるのか、ドラフトするのか、うん、方法はいっぱいあるんだよね。確かに今サードっていうと、まあ、石川選手怪我でありだしたけれども、うん、一応そう、石川がいるじゃない。そうなんですよね。で高橋周平がいたり阿部がいたりだとかさ、はい、まあ、そこでマッチがいるかなって言ったら、はい、その雰囲気的なことだけでマッチを欲しいって言うんだったら、うん、マッチは俺多分行きたくないと思う、うん、やっぱ技術をちゃんと認めてもらって、はい、あのプレイヤーとして戦力としてやっぱこう見てくれないと、はい、イエスとは言わないと思うんだよ、うん、だって森内の今話を聞いてると、はい、ああいう選手がいない、うん、どういう選手なの、明るいキャラクターって、はい、いや、キャラクターだったらお前ぬいぐるみでいいじゃないかってそうです、ドアラでいい、ドアラでいいでしょそうですね、いや、それよりは俺は右で重宝するんだったら、それとやっぱ教えられるっていうことを考えると、やっぱ楽天のね、選手に教えてほしいし、やっぱ使いたいしみたいな、はい、で、ロッテも同じだよね、はい、俺はパリーグで移動すると思う。セリーグは中日以外もじゃあ接触とかはなさそうかなっていう感じですか。まあ、あと立浪監督と会うのかなとか、戦うし、でも厳しいんだ、笑うなよとかどうのこうのだなーだーとか言ったらトントントンって回ったらプッて出ちゃうよねちょっと出ますよねそう、笑えないから。そうですね、笑っちゃいけないので、ね、一人浮くから。確かにそうですよね。そうでしょ。いやー、でも中日の方はもうとにかくドラフトがあって、はい、トライアウトがあって、うん、で選手を何人取るかわからないけども、で今選手とやっぱ鍛えた方がいいって、うんうん、あとはセリーグは他の球団はなさそう。ワンチャン広島、坂倉をキャッチャーに戻してサードに松田を入れるという、ね、ああるかもですね。あ、うん、もうそれこそもうあのなんていうの、アイスチームで熱をやってほしいよね、はい、あ、いいですね。で熱の隣にね、あの小園選手がいて、熱を小園みたいな、熱を小園菊池みたいないいですね、コンビが。なんかまた熱い感じもしますけど、広島はなんか合いそうだよね。うん、合いそうですね。マッチに、はい、赤で真っ赤に燃えて、いや合いそうです。真っ赤に燃えた、知ってるか古いですね、古いですねって知ってるのが怖いわそれ美空ひばりさんですよね。そうですよね、はい、あとは、ね、まあ、年俸だと思うんですけれども、結構年俸って知り合いの、ね、マッチはね、金で動くような男じゃないし、うん、やっぱり自分をどう見てくれてるかっていうのを大切にする男だから、はい、だから金はいくらだっていいんだよ、うん、マッチは、うん、もしむしろ、いや、ここでやるんだったらお金払いますよみたいな持ち出しも、まあ、それは多分ないと思うけど、そうですね、いや、ただそのぐらい熱い男だしね、うん、うん、そうだな、広島は似合うと思うな、うん、俺は。あ、そうですね、チームカラー的にも熱を思うということは、豊さん的にセリーグだったら中日よりかはカープの方がまだ可能性として、いや、俺はあると思う、うん、ということはじゃあ楽天、それからロッテで、セリーグだったらカープがありそう。そうだね、うん、まあ、地元って考えると、はい、まあ、中日っていうのもね、うん、あれ俺は なんかね、中日のイメージが俺の頭の中で全く浮かばないんだよ。こう降りてきてるのは、俺がちょっと赤っぽいところがいいって思うんだよね。降りてきてますか、うん、だから広島か楽天かっていう、あ、今
その2つ、うん、なんかこう、うん、俺のあちょっとそうだな、なんて言ったってね、大谷選手の昨シーズンホームランを当て、そして今回の阪神の岡田監督を当てたので、さあこれで厚尾が赤いところに行ったら、これあれですよ、占いの館かなんか作らない、あは何か、あって始まるカラーは赤、